お祭りで友人と一緒に食べたい、シャシャしたくなるかき氷。じゃあビギストの皆さんに作りたいハッピーかき氷。そろそろ이제もうすぐ終わるんじゃないですか。時間あまり残ってないみたいですね。あと、あ、中止ですか、皆さん。これなんですか、キャビア？すごいな。なるほどね。じゃあ難しいね。難しいしね。比喩だからね。はい、じゃあ僕はこれで終わったと思います。え、終わりですか？終わりです。よし、じゃあそれでこれではい、かき氷作り完成です。完成です。あ、まず僕からはやっぱお祭りにふさわしいね、そのかき氷をちょっと作ってみました。かなり派手なお祭りみたいですね。そうそうそう、やっぱ親友と一緒に食べるとやっぱ男2人だからね、ちょっと半分分けて、なんかその全体的なそのここ下はちょっと赤いイメージで、やっぱりちょっと待ってください、はい、あのお祭りだとやっぱ男の友達ってちょっとそれじゃないパターンもあるじゃないですか。親友だから僕の周りの親友は男しかいないんですよ。ああ、なるほど。そうそう、それが切ない物語ですね。すぐ浮かんできて、それで泣いちゃうわそれ。それで本当にね、やっぱりお互い情熱を持っているから、その赤なベースで、なるほど、 その上はやっぱり自分たちの人生は輝いてるんだっていうイメージのキングをゴールドを全部つけてみました。ゴールドが好き。そうです、金持ちになりたい。ああ、お金持ちよりはちょっと自分たちの人生をこれから男輝いてるんだっていう野望が溶けてると。あ、野望はちょっとね入ってるかもしれないよ、さすが。はい、でも自分が好きなイチゴでもう多分ちょっと食べさせたくて。なるほど、はい、頑張ってみました。あの勝手に僕はあのかき氷のお名前をちょっとつけさせてもらっていいですか？もういいよ、ね、不安だから。ボイスビーアンディシャース。いいね。ああ、いいよ。いいよいいよ。じゃあ一番気になってるのは僕は逆にチャンミンの方です。やっぱりビギストの皆さんにちょっとね。そうですね、はい、とにかくビギストの皆さんはみんな綺麗でみんな痩せてるから、ちょっとなんかとにかくカロリーの高いやつをちょっと取ってほしいなと思って、マシュメロとか、なんかそして犬のももちろん大好きで、ビギストの皆さんも好きそうなイチゴと、なんかアイスクリーム、そして小豆、まあ、こういうのってちょっと盛り付けてみました。なんか定番な形でちょっとビギストのイメージをね。そうですね、ビギストのイメージって可愛らしいんじゃないですか。綺麗、みんな美人、うん。そうじゃないですか。もう、うん、いい感じだよね、うん、そうですね。まあ味はどうかな。味は正直に材料がなんか変なものが入ってないから。そうそう、美味しいよ。きっと美味しいですよね。皆さんもうそろそろね、夏だし、季節だから皆さんもちょっと挑戦してほしいです。じゃあそれでは、東進でした。